まずご質問をお受けします。清水和夫先生どうぞ。はい、高知病院の清水和夫です。よろしくお願いします。私毎日甲状腺の手術診療に関わっているものとして素朴な疑問がいくつかあるんで教えていただきたいと思うんですけども、男女比が男の子が多いなっていうのはこれはもう前から思っていることで何回も聞いてますので、これはスキップしてですね、平成26、5ページのですね、26年までが48人のところで、腫瘍圏の大きさの 5.3 から 17.4 ミリと、で27年度で平均腫瘍が35ミリがあるんですね。でこの35ミリというのは17が35ミリだったと違いますか？それ違います。別ですか？別です。ということはこの2年、おそらく、26、7年度のこの症例は方は A1 だったわけですよね。 A1 か A2、 1回目。そうですね。2年間で 3.5、まあ、小児の甲状腺がんというのは大きくアグレッシブで発育速度が速いというのは僕は理解してますけれども、私自身の小児の甲状腺がんの経験は少ないんですが、でも 3.5 センチというのは非常に大きく、次は急激に大きくなっているなという印象がします。でこれはちょっとアンユージュアルかなというような感じもするんですけれども、分化がんですか？異分化、低分化とか。すみません、ちょっと個別の方に関してただ分化がんは分かります。分化がんですか？だってリンパ節転移とか遠隔転移とかはちょっとそれはちょっとすみません申し訳ないですけれども、これサイズに関してはですね、あくまで検診の時の超音波のサイズなので、その二次検査の時に測ったサイズで、まあ、実際手術された時のサイズと超音波 この特にその超音波診断でサイズが測りにくい、そういう腫瘍もあります。でも2ミリも3ミリも変わらないですよ。大きさとその実際に取った標本を直接測る。先生そうですけれども、その結節がのタイプはそういう結節でを測るという時はそうですけれども、そうじゃないタイプのやつもありますので、清水にマイクを近づけてお願いします。また後で質問します。はい、それでは梅田委員お願いします。データ の解釈についてすいません、委員のご専門の方から教えていただきたいと思うんですが、今ご質問があった同じ資料 2-1 の5ページのあたりなんですけれども、本格検査で、悪性ないし悪性疑いと新たに、まあ、発見された方々がいらっしゃるということで、先行検査で発見されずに、まあ、先ほどのご質問とかも関連しますが、今回の検査で発見されたというそういう理由につきましてはどのようなことがあるかちょっと教えていただければと思うんですが、まあ、先行検査で発見されずに今回この57人に関してはその前回受けていただいているということで、前回の画像も確認していますけれども、前回は、画像上はですね、腫瘍はあったかもしれませんけど、少なくとも画像上は例えば B 判定と判定できない方が例えば A1、A2 から、今回は B 判定になっていろんな精査をしたら悪性ないし悪性疑いという方はその判定が変わるということはないということです。でそれはどういうことかというと、そのご質問の意味はその甲状腺の腫瘍がすごく成長がゆっくりしているという傾向からということで言われているでしょうか。解釈上ですね、どういうことを背景要因として考えればいいかということについてのコメントをちょっと専門的なことを教えていただければという趣旨なんですが、まあ、診療でですね、超音波で繰り返し結節を見るということは確かにありますけれども、この小さなお子さんの時から超音波で検診をすると良性の結節もですね、
最終的に悪性になる結節も、ある年齢から急にこの画像で見える頻度が増えてきます。だから例えば2年おきにしたとすると、その2年間の間にその頻度が増える分の方は発見されるということになります。でそれはその良性の腫瘍に関しても悪性の腫瘍に関しても同じそういう動きをするということで、2年経つと、次の検査の時に前回結節がなかった方が、見えるということもありますし、逆に前回結節だった方が縮小したり見えなくなるということもあります。それでは高村先生の方からいいですか。はい、今のほとんど意見とは一緒なんですけども、1回目例えばその A2 だと判定されたような方、つまりその、そういった方で結節が5ミリ以下というふうに診断された方が、その後2回目で5ミリを超えるということで精査をしてという可能性はあると思います。これを見ると、平成26年度の実施の結果を見ると、主要件のところで最小が 5.3 ミリというようなが最小値になっております。こういったこれがどう、この症例がどうというわけではありませんけれども、そういった可能性はあるんじゃないかと。でもう一つはこれは以前確かこの議論で出てきたと思うんですけども、感度の問題というのはどうしてもやはり超音波装置は超音波装置に限らず全ての検査はありますので、ですので感度の問題というのがあると思います。ですから 100% の感度の検査というのは残念ながらありませんので、例えばものによってそのエコーの輝度が非常に腫瘍が小さいプラス腫瘍の輝度が輝度と、明るさですねが周辺の組織とほぼ一緒でというような症例で非常に1回目検査は可能性としてはあるというふうに思います。はい、ありがとうございます。他にご質問ございますか。はい、お願いします。弘前大学の徳波です。4ページ目の行括弧に年齢階級別受診率というのがありますけれども、先ほどのそのアンケートの結果にもありますように、この子どもに対する心配、放射線の心配というのが出ておりますが、この2歳から7歳とか3歳から7歳のこの受診率が他の、18から21は別としてちょっと少ないような気がするんですけど、このあたりはなんかどういう理由か何かあるんでしょうか。それとも、なんかもう少しこう実際にはエンカレージするような、受診をエンカレージするようなことがあってもいいのかなというふうには考えるんですが、いかがでしょうか。大鶴先生お願いします。はい、福島医大の大鶴です。受診の受けご希望の方がですね、受けやすいような工夫は先ほどお説明したようにいろいろ行っております。で、この年齢あるいはその18以上の方々もですね、そういう方々は主に拠点病院、協力病院とかですね、あるいは我々が出張検査で行ったりというところで検査を行ってますけれども、その方々に関しては例えば検査をご希望の書面を出された方の9割以上が受診していただいているということで、そのご希望を出されてない方がいらっしゃるということで、このぐらいの割合になっているということです。はい、よろしくございますか。これは学校検診です。学校で集団でできる世代とそうでない世代に違いがあるという認識だろうというふうに思います。今後もそういう議論をしていかなきゃいけないと思いますが、他に何かございますか。今日の今の発表、ご報告に対して、ご意見コメント、清水和夫先生は後でと言いましたが、どうぞ。あ、いいですか。はい、清水先生お願いします。副大の清水です。ちょっと論点が変わりますけれども、この委員会では中間取りまとめで、今回明らかになった子ども甲状腺がんに関しては被曝の影響度は考えにくいというふうに評価をしたわけですが、これはあくまでも1巡目の先行検査のデータに基づく評価でありまして、
こう2巡目の、まあ、本格検査の1回目ですね、これに関してはまだ何ら評価を下していないんですよ。で、甲状腺検査検討部会もですね、中間取りまとめを出しましたけれども、まだ中間取りまとめであるということはですね、今後検査のデータを評価しなければならないという立場でいるわけでありまして、まだこの影響については検討中であるはずなんです。それで今の説明の後ろの方にですね、参考資料として甲状腺通信というのがついておりましてね、で2ページ目になりますかね、最近よくいただくご質問にお答えしますという、ページがありまして、我々にはカラーで来て資料の2の2の一番後ろですね、はい、でチェルノビリのですね、ベラルーシでの甲状腺がんの年齢別の構成と、福島でのデータが2つ並んでいるわけですけれども、これはチェルノビリの方のデータは87年から97年まで10年間のデータです。しかし福島の場合には2011年から16年までですので5年間のデータなんですよね。でチェルノビリの例で言いますと 4,5 年後から低年齢層の甲状腺がんが急増するというそういうことが観察されておりますので、実はこれからだと思うんです。もうすでに2巡目でですね、ある程度のものは見えてくるというふうに思うんですけれども、やはり10年経ったデータと5年しか経っていないデータをこのように並べるというのは私は妥当ではないというふうに思います。これから5年やって10年後にどうなっているかということで比較するのはですね、いいと思いますけれども、まだその点明らかになっていない時点でこの2つのグラフを対象させていってですね、ここに書いてあるように、判断できないという言い方にはなっていますけど、全体のニュアンスとしてはそんなに心配しなくていいというですね、書きっぷりになっているというのはいささかフライングだというふうに私は感じました。皆さんいかがですか。はい、どうぞ高村先生お願いします。後から私説明をしようかと思ってたんですけども、すみません、長崎大学の高村です。後から説明しようと思ってたんですけども、資料で資料8で説明しようと思ったんですが、これさ、説明していいんですかね。後にしますか。今、はい、これその件に関連した話で後で説明いたしますけども、こういうふうに並べて確かに時期が違うというのはあるかもしれません。でその一方で、チェルノブイリで放射線被曝によって甲状腺がんが多発したというのはこれ科学的に認められていると。でその際にはこういうような年齢分布を取ったんですということを示すことは、私はそれはそれで意味があると思います。当然ながら今清水修人が言われたように、これ時期が違うと、事故からの年月が違うというのは確かにそれを、同じ年代ではないのは確かですけども、チェルノブイリでよって放射線被曝の内部被曝によって甲状腺が増えたのはこういうような結果だったんだというのを示すことは意味があると私は思います。はい、清水和夫委員どうぞ。清水ですけど、私も同じ清水修司先生と同じ意見賛成です。5年以降に増えてきて、これ高村先生がランセットダイアベティス、エンドクリノロジーでしたっけね、に出したデータなんですけれども、非常に10年まで増えてるんですね。ですから今まだ5年半
ですからこれからが一番の問題で、後で話題になるかもしれない縮小検査を縮小するというかいう問題、これから話はつく。いいですか。それはもうこれからがしっかりとした検査を続けていかなくてはいけないというふうに思います。はい、他の皆さんにもご意見をお伺いしたいと思いますが、いかがですか。どなたかご発言ございますか。今両清水委員からですね、5年のものと10年以上のものと比べて、誤解を与える印象があるという指摘でございます。これはこの委員会としてどういうふうに受け止めるかということですが、どなたか、お二人で決めてもらっても困るんですけど、もしご意見があれば。よろしいですか。どうぞ、稲葉委員、どうぞ。広島大学の稲葉でございます。なんか半ば強制的に回ってきたような気もします。基本的には高村先生のご意見にの通りだろうと思います。で、問題はこれが一般県民を対象にしたそのパンフレットであるので、そういう方、一般の方が読んだときに誤解を招くといいますか、ある一定の方向に物事というか誘導をかけているというふうに考えるかどうかというところだろうと思いますが、非常に左側の文章も慎重に書かれていますので、普通はこれを読んで、そういう誘導であるというふうにはなかなかならないんじゃないかと思いますが、そこはいろんな方の多彩なご意見が あるんだろうというふうに思います。あともう一つ、ちょっと縮小という話が出てきたんですが、ちょっとそれはまだこれから今日これから議論される。で、縮小ではないという縮小という言葉が先行するのはそれこそ一種の誘導であろうと思いますので、そこはちょっとまだ議論になってないとこ段階ではありますけど、ちょっと一言申し上げたいと思います。以上です。よろしいですか。この後さらに議論しますが、修士先生何かあればどうぞ。とにかくこの委員会で、あれその部会がありますので、部会でこの2巡目の検査のデータの検討をするのが順序だというふうに思うんですよね。で、今その縮小だなんだという議論をですね、それ抜きにやるのは妥当でないと私は思います。で、今回のですね、2-23 の先ほど説明された資料を拝見しますと、3回目の、3巡目の検査においては、この括弧3の部分ですけどね、二次検査の対象となった人についても改めて二次検査を受けるかどうか、その希望の有無を確認するということになってますよね。一次検査の時に希望しますかということを確認するのみならず、二次検査の段階でもまたですね、念押しのような形でやるということですので、かなりそのインフォームドコンセントという点を重視して了解を得ながらやっていくということになるかと思って、一般論からして、その患者の同意を得る、あるいは親の同意を得るというのは正しいというふうに思いますけれども、改めてこのようなですね、措置を取るということに関して社会的にはですね、これは結果的にかなり、その検査の対象を絞ることになってしまうんじゃないかという懸念があるんだというふうに思うんです。で、現場の、ね、医大の先生方は非常に良心的に一生懸命やってらっしゃるというふうには思いますが、文系の私の立場からするとですね、やっぱり社会的な影響といいますか、こういうふうにした場合に
社会がそれをどう受け止めるかということに対する配慮というのがやっぱりもっとなければならないのじゃないかというふうに感じました。はい、今そういう意見出されました。大鶴先生、どうですか、その二次検査の、受診希望の有無や通常の保険診療の状況についての確認を行うということ行為について、どんなふうに考えてこうされて、その結果どういう影響があったのかということにもしコメントがあればお願いいたします。二次検査のはがきでご連絡いただくというのは、これまでは電話で二次検査のですね、希望の場所とか時間とかをお伺いするというそういうやり方をしてたんですけれども、やはりその連絡が来るまで2ヶ月3ヶ月かかるということで、すごいご心配されている方も多かったこと、それからすでにですね、前回 B 判定だった人は病院に保険診療とかでかかっていらっしゃるということで、非常にこうどうすればいいかって迷われる方がたくさんいらっしゃるということで、受診者の利便性とご不安に対応するということで、はがきで、これは単にはその二次検査の受ける希望だけじゃなくて、ご希望とかを書く欄もあるので、そういうことではがきを送っているということです。で、この二次検査 その今かかっている病院で見てもらうか二次検査に来るかということに関して、二次検査の受診が下がるということはちょっとデータは取ってませんけれどもないと思います。それは周先生、今のコメントに対していかがでしょうか。私はその希望の確認をしたからといって受診する人が急に減るとかですね、いうことはそんなにはなかろうというふうに思ってるんです。みんな心配ですから、やっぱり受けたいと、受けなくて後で見つかったらですね、取り返しがつかないというふうにみんな思いますので、そんなに実質的にガタッと減るということはないと思いますけれども、やはりこの調査のやっぱり信頼性の問題だと思うんですよね。どういうスタンスでやるか、でご本人の希望を確認するという場合に、その実際に患者と医師が対面になったときにどういうものの言い方をするか、受けた方がいいですよというニュアンスで話をする、リスクもあるんですよというところに重点を置いて話をするのとはだいぶ違うんですよね。その辺のそのデリケートな部分に現れるようなですね、その調査の調査する側の姿勢というかな、ポリシー、これが今ちょっと問題にされているんじゃないかというふうに私は思います。この話はこの後のですね、ところでまた議論したいと思います。というのは今医大の実施をしているやり方に、例えば同意の取り方なんかも一部変更があると、例えばですね、今のところもそうだと思いますけど、それが与える影響についてどうなんだという議論は、まさに今後のこの甲状腺の検査をどう進していくのかということと同じということではないですが関係がありますので、縮小という話が先に出ましたが、別に縮小とは誰も言ってないんですが、そういうことに対するさまざまな意見もあるところでありますので、この後のところで少し議論をさせていただきたいと思います。他に何かございますか。はい、小波先生お願いします。弘前大学の小波です。5ページ目のですね、平成26年度実施対象市町村、そして27年度実施対象市町村のそれぞれ悪性ないし悪性疑いの数が一応出ているんですけれども、この実施市町村がですね、2ページ目の下の方にある地図で見ると、大体その26年度の方が48人って多くてですね、27年度は少ないということで、一見その線量がこう高そうなところ、外部線量ですけれども、そういったところが高いところで多いというふうに解釈されるんじゃないかなということをちょっと考えるんですけれども、何かそういったご見解とかはございますか。
はい、福島医大の大鶴です。二次検査がですね、まだ終了しているのが 66.6% で、この27年度の方が今進行中なために、ちょっとそこはまだ結果が途中段階という、そういう段階で、まあ、26年度の方がほとんど二次検査終わっているという、そういう状況です。はい、それとこれあれですよね、26年度の実施対象市町村の方が絶対的に人数としても多いんですよ。人数も多いです、はいはい、ということです。他に何かコメントありますか。はい、それでは次に行きたいと思います。高村委員から資料提供をいただきまして、先ほどちょっと説明出ますが、通信のところでお話が出ましたが、改めて、ご説明を受けたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。長崎大学の高村です。資料の8をご覧ください。先ほど、チェルノブイリと福島の、比較をすると、で、まあ、事故後の年数が違うんじゃないかというご指摘がありました。で、まあ、この検討会でそのいわゆる甲状腺がんがその放射線被ばくの影響がどうなのかという議論がありますけれども、その、まあ、一つの参考に、ずっとそのチェルノブイリと比較してという話がずっと出てきたと思うんですけども、少しチェルノブイリの甲状腺がんの手術症例について詳しいデータが入手できましたので、まあ、それをこう、ちょっと細かくグラフにして並べてみましたので、それを紹介したいと思います。で、これはチェルノブイリの周辺の中で最も被害が大きかったといわれるベラルーシ共和国の甲状腺がんの手術症例をグラフ化したものであります。めくっていただきまして、8の3のところにその実際のグラフがあります。で、実際にはチェルノブイリではベラルーシだけじゃなくてウクライナ、ロシアも被害を受けたわけですけども、なぜ、ベラルーシを選んだかといいますと、ベラルーシ共和国はこの3つの国の中で唯一事故の前からがん登録がされている国です。ですから事故の前から甲状腺がんの数が分かっているということがありますので、まあ、そういったことから比較対象にするには最も良いのではないかと考えて、このようなグラフを使っています。で、左側がチェルノブイリ、つまり、ベラルーシにおいてチェルノブイリ事故当時の年齢で、縦軸に甲状腺がんの手術をした症例数です。で、4種類のバーがあって、非常に見にくくて申し訳ないんですけども、青が事故のあった1986年から4年間、1989年までです。で、赤が1990年、事故から5年後から1994年次の4年間です。で、黄色が1995年10年目から次の4年間になります。最後の緑が2000年から2003年のそれぞれ4年間ということになります。で、左の方は、これは先行検査の結果を入れたものです。つまり2011年10月から2014年3月ですから、まあ、4年には少し足りませんけども、まあ、その時期ということになります。で、こうして見ていただくと分かりますように、1986年から1989年ではまあがんの数、症例数というのはさほど多くないと、チェルノブイリですね。で、1990年から94年、つまり、まあ、事故から、4年から5年とよく言われるその時期に、この赤の棒グラフがこう上がってきているのが分かりますけれども、その中で特に、まあ、見ての通りですけれども、事故当時、まあ、1歳から5歳ぐらい、こういった年代に非常に、多くなっているということです。で、ここ少し詳しく申し上げますと、例えば事故当時1歳の方はですね、事故当時1歳の方はそれまで、1986年から89年までは1例なんですけども、それが事故後の5年目の1990年に3例、91年に6例、92年に7例、93年に、19例、94年に17例というような形で、確かに 4,5 年ぐらいから増えていると。しかも事故当時1歳の方が1990年ですから、やっぱり5歳の時に甲状腺がんが診断されているということが分かります。同じような傾向が、まあ、事故当時1歳の方、2歳の方、3歳の方、4歳の方
同様にその傾向が認められています。で、1995年から99年もやはり同じ、 あるいは2000年から2003年もやはり同様に事故から事故当時0歳から3歳あるいは事故当時0歳から4歳といったあたりに甲状腺がんの増が見られているということが見て取れます。でそれに対して例えば事故当時12歳ぐらいの方なんですけども、こういった方は事故の前の頃、はですね、年間1例か0かという程度なんですけども、事故後5年経った、1991年が2例、事故から6年経った1992年が3例、同じく7年経った93年も3例、8年経った94年が2例ということで、事故当時0歳から4歳あるいは5歳の世代に比べるとその増加は緩やかあるいはほとんど見られないということが分かります。ですので先ほどの話にも戻るわけですけれども、やはり事故があってチェルノブイリでは 4,5 年からその増加が、10年以上にわたって続いているということが見て取れます。でしかもそれが事故当時の非常に若い世代に多発しているということが分かりますので、やはり今後現在の県民健康調査の甲状腺検査をにおけるですね、その放射線の影響というのを考えるときに、こういったチェルノブイリの細かい傾向とも比較しながら検討することは非常に重要だろうというふうに思います。今後どのようにその検査を進めていくかというのも、この結果の中の材料というのは議論の一つの材料になるのではないかと思って報告いたしました。以上です。ありがとうございました。何かご質問。はい、和夫先生どうぞ。2000年から2003年 の、 ブルー の、 グラフが比較的、最初の頃は0歳から、なんだ2歳ぐらいまでは高いですけども、あと横ばいですよね。これはどういうふうに解釈したらよろしいでしょうか。これは横ばいという、ということと、一つはその事故当時10歳から14歳の方が比較的数が増えているというのが分かると思います。事故当時、10歳から14歳の方というのは、いわゆる、2000年から2003年になってきますと、だいたいもう20代半ばから30代ということですので、いわゆる思春期を過ぎて成人の、ということが言えるかと思います。はい、はい、稲葉先生どうぞ。広島大学の稲葉ですが、一つ教えていただきたいんですが、これ、1986年から89年も入ってるんですが、その、要するに検診で見つかったか、症状が出てから見つかったかということに関する情報は得られないんでしょうか。申し訳ありません。ここにあるのは手術症例でして、どういった手法によって、診断されたという情報はありません。ただ一般的に言われている情報というのは、事故から、最初の、3、4年というのはほとんど組織だったスクリーニングというのはされていないということは事実だと。その後、1990年代に入って手術の、スクリーニングが入っているというのは事実だと思います。はい、他にございますか。はい、春日委員どうぞ。春日です。大変貴重な知見をご紹介いただきましてありがとうございました。とても分かりやすい結果だと思います。でこれを素直に、理解すれば、事故後ですね、5年以降10年あるいは15年以上経ってからもがんが増え続けるということだと思います。しかも、黄色いバーは6歳ぐらいまでが、黄色い方が高いんですけれども、事故当時8歳以上だったお子さんに関してはもっと遅くなってからその手術のピークが現れてくるということが分かります。ということになりますと、先ほど、
清水修司先生が指摘されたこの甲状腺通信のこの説明の仕方なんですけれども、そこにちょっと矛盾を感じます。つまり今後長く見ていかないと、事故の影響だったかどうかわからないと理解すべきだと思うところが、この通信では、今の時点でですね、年齢が低い方から悪性あるいないし悪性疑いが発見されても放射線による被爆の影響と判断することはできませんという結論になっていますが、これは先生のご説明の内容と論理的に矛盾するのではないかというふうに感じました。はい、高野先生どうでしょう。後半の部分は長崎大学の高村です。後半の部分はちょっと私が答えるのが適当かどうか分かりませんけれども、前半の部分ですね。前半の部分については先ほど清水和夫先生の質問に答えたのと、関連しておりますけれども、この時点2000年から2003年ですから、事故から15年から18年ぐらいが経っている時点ということですから、例えば事故から事故当時14歳だった方というのは、もうその時点すでに20代の半ばから2003年になると30代近くに差し掛かるということになるかと思いますので、いわゆる小児の甲状腺がんというよりも成人の甲状腺がんであるということですから、一般的に言うその成人の甲状腺がんを拾い上げているという可能性はあるというふうに思います。それがその数字が反映している可能性も十分にあると思います。はい、春日先生どうぞ。はい、春日です。その点はちょっと別にお聞きしたかったんですけれども、どのくらいの人数がその中に含まれるのか、それは多分統計と比較すれば分かることではないかと思うんですね。でそれも合わせた先生の解釈としては、この2000年以前と2000年以降に見つかったこの事故当時比較的年齢の高いお子さんについてはいかがなんでしょうか。非常に長崎大学の高村です。非常にお答えするのが難しい質問だと思います。当然ながら放射線誘発の甲状腺がんと放射線じゃなくて自然に発症した甲状腺がんを見分けることができませんので、そういった意味では難しいと思います。でベースということですけども、ご承知のようにこの福島で甲状腺検査を始める前は、いわゆるスクリーニングをしてその甲状腺がんの頻度を見つけるということを行っているところはチェルノブイリしかありませんから、その頻度自体がいわゆる手術をこの、事故からもう2000年から2003年というのはもうスクリーニングが導入されている時期ですから、この時期においてその割合を求めるのは少し難しいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。稲葉委員どうぞ。広島大学の稲葉でございます。私がこれ答える話なのかどうか分からないんですが、春日委員の方からちょっと論理矛盾っていうような怖い言葉が出てきたので少し申し訳ありません。9A になってます。で9は、震災時に5歳以下だった子どもからも甲状腺がんが見つかったと聞きました。これ、書いてませんが、福島ということだろうと思います。で、その福島で見つかった、人は原発事故で被爆をした影響なのですかという、そういう Q に対する A ですので、何もだからこれは清水修司先生、がよくおっしゃってて、必ずしも今でも結論ついてないと思うんですが、いわゆる先行検査というやつですよね。で先行検査は本当に先行なんですか本格なんですかと、そういう、ご質問に対する一つの回答であって、現在見つかっているのは大半の人たちが5歳以上であるので、これはそのチェルノブイリで見つかっているものとは少し年齢分布が違うんですよと、そういう球に対する、だろうというふうに私は理解しているんで、その、ちょっと論理矛盾と、やや曖昧な部分は確かにあるようには思うんですが、私はそれほど論理矛盾というほどのものを感じておりませんので、一応意見として申し上げます。
はい、他に、はい、小野見先生どうぞ。この弘前大学の小波です。このデータの、科学的なエビデンスをですね、示して、因果関係を、徐々に明らかにしていくというプロセス、非常に大事なことだと思います。一方でその現在その甲状腺の被曝線量についてはまだ情報が十分得られない、エビデンスを集めてそれをまた県民の方にですね、丁寧に説明していくと。甲状腺の部会の方にもですね、清水修先生からお話ありましたから、しっかりとその後の本格検査2巡目3巡目でどうなのかっていうようなことは、もちろんそれはそっちできちっと、そっちでってますか、科学的に議論してもらうということは一方必要だと思います。私からちょっと発言をさせていただきたいと思います。一つはですね、何かありますか。一つは中間取りまとめを我々出させていただきまして、それを県に提出したという形になっております。でこの中にはさまざまな見直し論議や、あるいはこういうふうに続けるべきだということを含めて書かれております。で今今日もご報告していただいたものは、中間取りまとめが出される前にもうすでに行われた調査のですね、結果などを、お知らせしていただいたということですけれども、今後この中間取りまとめを踏まえてですね、検査のやり方その他って、これは県での取り扱いということになるんですが、今後どんなふうな何て言いますか、順番といいますか、時間的なあれとして、あの内容について、もちろんそのままどうこうというんじゃないのかもしれませんが、県での検討状況ですね、中間取りまとめに関してのどういうふうに対応するかということの検討の現時点でいいですけれども、何かあればまずお知らせいただきたいんですが。はい、ですね、中間取りまとめ、今年3月に公表させていただきました。で中間取りまとめにつきましては、基本的に先行検査のデータをもとに評価したということになっております。特に甲状腺につきましては、その後本格検査も1巡目終わりまして、ある程度データが揃ってきたということで、甲状腺検査についての評価をですね、この委員会で検討していただきたいと。で、それ以外についてもですね、その後の詳細してますので、順次ですね、評価していただきたいと思っております。ただその評価の仕方についてはどのようにすべきかについては、検討委員会の中で検討していただきたいということでございます。星でございます。別に県を責めてるわけじゃないんですが、中間取りまとめをしてそれなりの意見を出したわけですから、それに県がどういうふうに対応するかというのを順次報告してほしいということであります。続きまして、時間もないのであれですが、ちょっと甲状腺検査のところにちょっと戻りまして、先ほども途中でいろいろありましたけれども、ご発言がありましたが、いろんな団体からいろんな要望がございまして、皆様方にも前に説明したとおり、回覧という形でお回ししております、お読みいただいていると思います、さまざまな意見いただいております、私もいろんなインタビューを受けたりして、いろいろお答えをしてて、ちょっと誤解されて書かれたりもするんですが、それはそれとして、今後ですね、今清水修司先生の方からは、本格検査2巡目3巡目の話がをきちんと、甲状腺の部会で評価してもらうというのは一つ重要なことだということを言っていただきました。それと同時にですね、小児科医会やその他のところからは、それ以外の影響についても考慮されるべきだというような意見も出ております。ここで今日議論してどうこうではなくてですね、今後、どういうスケジュール感でといいますか、どういうその形で検討していくかは分かりませんが、巣は縮小だというふうにこう捉えられると私も非常につらいので、そうではないということを言った上で、今後この甲状腺検査非常にその注目を浴びておりますし、中間取りまとめの時点では当面続けるということでなっておりましたが、その後、そういう意見がたくさん出ていることもあって、いやいや、やっぱりきちっと続けていくべきだということを含めてですね、皆さんのご意見を人当たりいただきたいなと思っています。そういう意味では先ほど両清水先生がご発言いただきましたので、まず加藤先生からお願いしてよろしいでしょうか。私はこの
ですね、甲状腺がん家族の会の要望書、これも読ませていただいたし、その後の、小児科医会ですか、そちらの方も全部読ませていただきましたし、新聞も読ませていただきました。で、ですね、やっぱりこの委員会は、福島県で被災した人たちの意見に寄り添った立場で、審議して結論に向かって意見を出すべきというか話し合っていくべきだと思うんですね。ベース基本的にはですね。で、そういう意味で言うとですね、173人の方が、被災、がんの診断を受けて、その中の160、150人ぐらいですかね、が 70% ぐらいの人が手術を受けているわけですね。この方たちの、あるいはご家族の意見というのは非常に大事だと思います。で、ここをよく読んで、で、このことに沿った形での、なんていうんですかね、対応をすべき、まず最初にですね。で、それから発生して、じゃあ何が必要か、何が必要でないかということを判断すればいいかなというふうに思うんですね。で、先ほどちょっと高村先生の方から説明がありましたように、5年以降にチェルノブイリでは増えてます。で、チェルノブイリと福島の事故の、比較ってなかなか難しい問題があるんで、今ここで福島で行われている検査というのはですね、本当に大げさではなく医学史上でですね、類を見ない大きな対象に対する検査だと思いますね。低線量被ばくんでこれだけの人たちの検査をするということは、ですからここから出る結果っていうのは今までの結果と比較すべきではなくて、初めて得られた結果だというふうに、素直に判断してですね、で、確かに多くなってますよね。これもやっぱり放射線の影響とは考えにくいと、最初私は評価部会の部会長もやってたんで、その時には考えにくいという結論、報告をしましたけども、今やっぱりもう少し頭の中には放射線の影響もではないかなというような、懸念といいますかね、その考慮に入れながら今後いろんな検証を進めていくべきだというふうに思います。ですので今後、少なくとも10年ですねは縮小はなし、最低でもこれ以上、ここまで、これ以上のこと、それは縮小っていうのはつまり必要なことはやる、必要でないことは外す、それはここでしっかりと検討し合ってですね、でやっぱり進めて、しっかりと進めていくべきだというふうに思います。以上です。はい、清水修司先生いかがでしょう。この委員会のその目的は何なのかという議論を前にしたときに、県民の健康を守るのが目的であるというのと、それからやっぱり被爆の影響を確認することも重要な目的であるということで、2つの目的があるというふうに思う。どちらにそのウェイトを置くかという点で委員の間で少しニュアンスの差があったかなというふうに思います。で、実際に患者さんを見ている医師の立場からすれば、要するに被爆の影響を確認するということよりもですね、目の前の患者さんの健康の方が大事だというふうに感じると思うし、被爆の影響を確認するということを追求するあまりにですね、逆に県民の健康にダメージを与えるようなそういう結果になってしまったら本末転倒だというのも最もであるわけです。ただ今加藤先生おっしゃったように、この検査というのは非常に特殊な事態の中で非常に歴史的な意味のある調査になっているわけでありましてですね、これ中途半端に結局どっちつかずだと、データが少ない信用できないということになってしまったら、これは県民にとって大変不幸なことだというふうに思いますし、この委員会あるいはこの調査の信用というものもですね、やはり落としてはならないというふうに思いますから、できる限りにおいて正確なデータ、周到なデータを取る努力、その方向で取り組むべきだというふうに思います。ただ、
実際にやらなくてもいい手術をやってるのではないか、結果的にですよ、実際に必要かどうかっていうのは私は分からないというふうに思いますので、やむを得ないと思うんだけれども、もしかしたらそういうことになってるんじゃないかというそういう面がありますので、実際に治療する段階でですね、経過観察でいいんじゃないかとか、それ子どもの甲状腺がんについては今までですねガイドラインがなかったということですので、その段階での対応を少し考えるという方向もありじゃないかというふうに私は思います。以上です。はい、他の委員の方々どうですか。全員聞いてもいいんですけど、やっぱり自発的にご意見をいただきたいんですけどね。これはい、どうぞ。その言い忘れたことは清水和夫です。もう一つ言い忘れたことはですね、その治療のことです。今修二先生がおっしゃったように、治療に関してはやっぱりこれは専門家が判断して手術の適用かどうか、あるいは経過を見ていいかどうか、そこはやっぱり甲状腺をやってきた専門家に委ねるほかはないと思うんですね。そこだけは申し上げておきたいと思います。はい、他はどうですか。黙っちゃって困っちゃいますけどね。はい、アフリカ委員どうぞ。放射線の被曝に関しては要するに、チェルノブイリと比較するのは非常に大事なことだと思うんですけども、いろんな人種的な差があったりとかですね、あとは被曝量とかそういうものでだいぶ違うものがあるんではないかということも考えられます。ただ それを踏まえてですね、5年後の甲状腺のがんの発生率が、チェルノブイリの場合増えてきているというんで、そのことを踏まえてですね、それはその通りになるかどうか分かりませんが、今後とも、見落としちゃいけないものなんで、継続した、調査を必要とするということと、それは甲状腺なんですけども、精神的な面もですね、5年経って6年目に入ってっていうような状況でかなり変わってきてます。で、生活条件も変わってまして、糖尿病になったり、肺陽性症候群になったりというのは非常に多いもんですから、やはり、ここで目を離すべきではないと思います。他にどうでしょう。はい、田村委員どうぞ。はい、県民健康調査の、先ほど清水すみません、長崎大学の高村です。先ほど清水修司先生の方から県民健康調査の目的ということの話がありましたけれども、一つこれは私個人の考えかもしれませんけれども、一番大事なことはやはり県民の方の健康を守る、そしてこのアンケート調査でもあったようにやっぱり多くの方が不安に思ってらっしゃるということであれば、やはり県民のだから不安を解消する、つまり県民の方が検査を受けたいというそういうお気持ちに対してどういうふうに寄り添うかということが非常に重要ではないかなと思います。ですから検査を受けたい方がきちんとアクセスできる検査に、これは甲状腺に限らずだと思うんですけども、それの体制をきちんと作ることがとっても大事なことだ、最も大事なことだと思いますし、その点でいうと少し気になった今回気になったのが、どうしても今から年代がシフトしていきますから18歳以上の人が増えていく、で県外に出ていく人が多くなっている、ここの検診率がガタッと下がっているという現状があります。で、これ大事な、これおそらくこの人口がどんどん増えていくわけですから、ここをじゃあ今後じゃあどういうふうに、ここで受けたい人をきちんとじゃあ受けられる体制はどうするのかっていう、少し将来的な今後数年の話はしなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。はい、他いかがでしょう。春日委員どうぞ。春日です。私も今までの先生方のご意見とほとんど変わることではないんですけれども、なんといっても一番の目的は県民の、気持ちと体に寄り添う、そして長期間見守るって、より一層その健康の
健康的な生活を支援するということだと思います。でそのためには、このチェルノブイリの高村先生の、論文を拝見してもこれからの影響をしっかりと見ていかないと最終的な、判断ができないということは明らかだと思いますので、少なくともこれから5年10年の、検査は必要だと思います。ただ、今日 その新聞にも指摘されていますようにまたこれまで の委員会でも、十分な指摘がありましたように甲状腺がん特に子どもの甲状腺がんについては、臨床的な対応が必要のないがんも、割合としては多くあるということは私たちも学んできました。そのことも、しっかりと説明する必要はあると思います。ですのでこれまで以上に、その検査と、治療の、長所とその、短所それを、できるだけ分かりやすく丁寧に説明を、加えていくことが必要と思います。その上で、お一人お一人に判断していただけるその、体制を作ることも重要と思います。で結果的に、そうすると受診率が下がってくるということを、懸念することは確かに懸念なのですけれどもその点はやはりこの福島県の特殊な事情事故の後という事情を十分に、踏まえた上で、県民の方自らが最終的にその、被爆の影響を判断するためには、その検査によるダメージを許容していただいてでも検査を続けることがどうしても必要なんですということをこの検討委員会としては痛みを伴いながらもはっきりとお願いすべきじゃないかというふうに思うわけです。そこは検討委員会の責任として検査を続けるのであればはっきりと伝える責任があるというふうに思います。私はちょっと心理的に今のことを考えてみました。そして子どもの、その小児がん、小児甲状腺がんが、もし10年、15年後、この規模で調査していった結果、原発事故の影響があったという結果が出た、あるいはなかったという結果が出ますよね、どちらかの結果が。そうしたときに、私は何の、どっちの結果になっても、県民にとって、被爆した子どもたちにとって、いい結果だと思います。どういうことかっていうと被爆の影響はなかったんだっていう結果が出ればあ、日本人はこういうものだったんだじゃあ他の人たちの風評被害この子たちが大人になって結婚するときに大体甲状腺がんを患った子は悩みます。結婚していいのか子供を産んでいいのかって悩みますのでそうしたときに胸を張って結婚できますし自分は大丈夫ってこう言えます。じゃああったんだという結果が出たとしたらあったならこのチェリーノウイの事故のようにきちんとそれを認めてもらってそれなりのちゃんと対応してもらう国の政策によってちゃんと保障されていくそういったことが受けられる正々堂々とという点でも私はいいような気がします。だからどちらにしろはっきりさせてあげることが子どもの心のケアとしても大事じゃないかとそういうふうに今思いました。はい、ありがとうございます。時間になってしまって大変申し訳ないんですが中途半端になった感じもありますがもう一つだけ言わせてください。ごめんね、いつも嫌な顔されるとすいませんと思うんです。もう一つです。その心理的な影響で言うと前から私が申し上げているように甲状腺がんというふうに判定された場合の対応に心理的なケアを絶対に入れてください。それが絶対大事です。せっかくいい結果が出るんだからどっちにしろそれを有効に活用するためにも心理的ケアを受けられる状況に常にあるということが前提だと思います。はい、それでだっていいです。はい、今の件は
まあ、十分かどうかは別としてそういう対応が行われているというふうに私は認識しております。もっとって意味ですよね、はい、それなら分かります。この議論はですね、今日は別にここで結論を得るつもりはありませんし、皆さんのご意見を伺うということで伺わせていただきました。座長としては甲状腺の2巡目3巡目の結果についての評価というのは、まあ、どっちにしてもしなくちゃいけないので、それについてはきちんとお願いをしようというふうに思いますが、今後の議論はですね、やめるとかやめないとかということだけじゃなくて、今やっていることの意味を確認すること、そして皆さんに理解してもらうためにもこういう議論を避けずにちゃんとしていきたいということで、この委員会で皆さんのそういう理解を得た上で話を進めていきたいというふうな、そういう意味での私の発言というふうに受け止めていただきまして、今後議論を進めてまいりたいと思います。ということで、他に委員の皆さんから何か発言があればお伺いしますが、なければこれで、私の座長役は終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。